なんか冷たい感じしますね、 目がね。ちょっと待って、なんか睨んでます、朝から。さっきまで元気よく仲良くお話ししてたじゃないですか。どうなさったんですか、いきなりとか。 目がなんか死んでるというか、冷たい目をしてるというか。いや、めっちゃ怒ってますよ。めっちゃいきなりっすか。めっちゃ怒ってんじゃないですか。 目怒ってますよね。いや、ちょっともうオープニングで言いますわ。いや、良いっすよ、今言ってくださいよ。自分でもう、まだ自分で気づいてないのもすんごい腹立たしい。自分で気づいてない、俺がすっげえ怒ってたら、あ、俺やばい、今日収録ならんかもみたいな話したら、あ、俺行きましょうかって言った。俺に対してですか。俺行きましょうかって。いや、これはダメでしょ、もう今のご時世というか、まあまあ大人になったらダメですよ。だからパープルが抑えてた。パープル、スタッフさんのこと、あのパープルのね、紫のスウェット着てるけど、パープルって言うな。皆さんこんにちは、モルズビゲンズブルです。リードです。さあ始まりました、ボーダーライン2。始まったということで、ゲンさん、あの真相を、まあちょっと朝のね、下り、いや、めちゃめちゃムカついてますよ。本当に朝からすんごい僕は今日も怒ってます。いや、本当にスタッフさんも怒ってたんですか？みんなですよ、もう我々4人はもう全員もう満場一致で、車の中でもパールもブラックもネイビーもみんな怒ってた。で、まあベージュも、うん、4人とも怒ってるよ。本当ですか？めちゃめちゃ怒ってました。それぐらいなんかしたってことですよね。もうしてます、今もしてます。あなた今もしてます。我々がもうムカつくことを今もしてます。講習リノさん、最終学歴何でしたっけ？中卒です。中卒がそのメガネかけんなよ。そのメガネを。ちょっと何を色気出したか知らんけど、急にメガネかけ出しやがって。中卒がそのジャケットはんな。すいません、ちょっと、なんで急にメガネしだしたんですか？いや、あのコンタクト疲れるから。色気出したんでしょ？色気出してないですよ。ジャケットもダメですか？それダメです。これまあよう着てる。だから俺たちみんな怒ってた。なんで今日メガネなんですかねって。あの疲れるんで。結婚してるけどあっちから寄ってくる分には別にいいやと思ってるでしょ？どういうことだよそれ。いや、それとこれは違うでしょ。折り込み済みで寄ってくる分は別にいいと思ってるでしょ。全然関係ないでしょよ、話が。ということで新シーズン始まりました、ケンさん。はい、はい、今日からシーズン5の幕開けでございますけれども、はい、前回 そのシーズン4の最終戦で、うん、今回のテーマ決めたの覚えてますか？覚えてます、今回からは、まあ、できるだけ並び打ちでボーダーラインを目指そうということで、うん、そうですね、我々は話してました。楽しんでってね。ただ、うん、今回初戦にしてちょっと問題が早くも発生してます。そうなんですよ、はい、今日は300、400くらい、300、400くらいいらっしゃって、僕の入場番号が111、そしてリノさんが、うん、悪いんですよ、279か。だからここで結構で差があるんですよ、うん、で今回このシーズン並び打ちでやろうかっていう話をしてますんで、うん、先に入った方が騎手を決めます、このシーズンは。先に入った方が騎手を決めて、好きな台打てるんだ。そうで、そのお隣に相方が来るという。いいですね。だそういうスタンスでいこう。じゃあまあ僕は今日に関しては、まあ、これ打ちたいなっていうところは打てない可能性あると。ああ、そうですね、いうところですね。僕がまず行った機種の横が空いてるかどうか。だから今日に関してはちょっと差がありすぎるんで、空いてなかったらもうしゃあない。ちなみに、うん、ゲンさん何打とうとしたの？僕、うん、バーサス並べて打つからこそ、うん、そういう機種でも、うん、間が持つかなっていう。だ今まで単品同士やってたから、なかなかそういう機種からスタートってやんなかったじゃないですか。マッピー打ちたいです。じゃあ、いやいや、機種選択の権利ないって言っただろ。だって今アピールするんだよ、マッピー打ちたいって。あの隣だったらいいなっていうその願望を込めて。あ、でもバースだから、うん、ありえないことはないかもしれないですよ。でしょ、うん、あの新米配置見てないけど、ドンツーがいいなとかさ、隣が。だからなんでアピールするの？だからこっちにあるのっていう、願望なんですけど。でも先に入る方も闇雲な台選びしてちゃダメですよ。そう、ボーダーラインを目指すっていう、うんうん、そこの基本はあるわけですから。確かに確かに。変な台を選んで2人とも負けになるような、うん、あればやっぱその最初に入った人の責任になるわけですから。確かに。そういう意味では責任重大。あ、ちょっとあれですね、うん、結構重い
そう、分もあるね。入る人は先に入る人は入る人で、うん、そういうプレッシャーはあるんですよ。しっかりと大選択を行うと。そうだから、ほうほうほう、そういう意味でも僕はバーサスがちょうどいいかなと思って。いいですね。まあ面白いしね、全然いいですよ。でも本当取れなかった場合はまあバラバラになると。そうですね、取れなかった場合ね、うんうん、だからできるだけまあちょっと取れそうなところには行きます。わかりました。バーサスがダメだとしたら、ね、なまあちょっと今までのボーダーラインとはまた違ったテイストでお届けできるようにね、今日はまたプラスを目指して頑張っていきたいと思います、はい、実践スタートです。おはようございます、よろしくお願いします。さあ入店です。じゃあここ行きましょうか。ここなら隣がまだ空いてるんで、どこに声かけるのか。おはようございます、お願いします、お願いします。あ、空いてんじゃん、ギリギリ取れた。あ、空いてんじゃん。ということでバーサスで行きましょう。はい、さあでは準備が整ったところでみたいですね、行きましょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。俺久々っすわ、相当久々。僕はね、ちょこちょこ打ってるんですけど、ね、打ってる、うん、新花火よりはこっちの方が好きかなっていう。まあ、僕もそうですね、どちらかと言えばそうなりますね。ちょっとレギュラーが難易度高すぎるけどね。確かに、うん、何でしたっけ、中押し下段赤でしたっけ。そうです、でしたよね、下段赤、まあ、うん、中段スイカね、中段スイカで、うん、その暁の方を狙えば、うんうん、まあ、ミスった時に、うん、早かったか遅かったかが分かるっていう出目でね。了解。僕ちょっと早く押す癖があるから、うんうんうん、そこをね気をつけながらやらないと。なんか久々じゃない。いや、ボーダーラインで多分ボーナスタイプ2人並んでスタート初めてです。まずボーナスタイプ、うん、スタートも珍しい。僕多分1回もないボーダーラインで、僕ボーナス1回2回あるかどうかで、うん、昔にあった花火とかあった、うんうん、ほとんど。そうだ、花火の時あるわ。そう、最初の方で、うん、ワンの時ね、うん、ワンの時の最初にあったけど、僕でさえもうほぼないもんね。ないっすね、うん、コロナの自粛が終わって、うん、一発目にサンダードイライトが出たばっかりだったんですよ。はいはいはい、はい、で2ヶ月ぶりぐらいに打ったスロットが僕サンダーだったんですよね。その時にボーダーラインだったんですよ。中央がね、宇都宮決戦のやつ。そう、はいはいはい、あん時あれ以来ですわ。あとほら朝一じゃないけど、うん、2人で並んでドル通訳とかもありましたね。ありましたね、確かに。そうだから今日はかなり珍しいパターンで、まあ、勝敗に関しては、まあ、もちろんね自分が行かなきゃいけないんですけど、ゲンさんに任せてる部分はありますよ。いやだからこのシェイクの本当さ、先に入った方って割と責任重大っすよ。かなりかなり。どういう機種選択をするかで勝率が全く変わってくるわけでしょ。そういうことですよ。で期待できるホールの時にはしっかり攻めとかないとさ。確かに、まあ、ぶっちゃけずっとこうやって負けにくい台を打ってもしょうがないわけじゃないですか。そう、まあ、今日もおそらくその期待できる状況なんだけど、人がやっぱ多すぎてね、かなりね、まあ、お互いに番号悪かったんでね、まあ、メイン決勝いけなかったと、2桁とかじゃないと、そうちょっと多分厳しいでしょうね。いや、本当に久々に打つんで、あれでしたよね、ロボコン伴わないとチェリーなかったですよ。そう、よいしょ、あでしたよね。そうだから横コーンがないときはもうチェリーもガン無視ですよ。だからこれで打てるんだ。 3V とか 3Xね、狙ってもいい。初代のバーサスはこうやって打って当たったじゃん。当たりましたよ。今フラッシュしたでしょ。フラッシュした。え、なにこれ、すげえなんか変な目で当たりましたね。なんか切れ目はあるけど、え、なにこれ、まあ、スイカ転売してないんでね。え、リプレイでもない。え、本当に当たってんの。今フラッシュした。隣でなんか一応パラッパラってなったの。見えたけど。やだ。ああ。さあメガネの成果を見せてくださいよ。3本ですね。まあ、メガネの成果を。ケンさんちょっと待って、やり方なんだけど、何もない時はもう見た人もいいってこと。そうそう。うん、ムエムエってなった時に 3X なの。で、スティガー揃えればいいって。そう。で、左は狙って右フリー。そうです。
はい、あっさりできちゃうんだよな。ムカつくぐらいあっさりできるんだよな。さて、ジャマイでございました。あっさりパーフェクト出しますね。ありがとうございます。まあ別に僕は寝押しが得意じゃないですけどね。絶対下手じゃないじゃないですか。まあ普通、ね、下手な部類ではないじゃないですか。普通にできるぐらいですか。いやいや、上よ、上、上クラスもいるよ。いませんよ。いるよ、ヒロさん。1000円よ。ほんと1000円、1000円え、もう勝ち確じゃん、ただの。こんな1000円で95ゲームもう勝ちじゃん、こんな。いや、もう勝ちだよ、どう考えても。まあまあ、続かないですけど、ボーナスタイムが普通の設定 H みたいなもんだよ。いや、まあまあまあ、まあ、続かないですけどね、それは。やべえな、まあ、続かないですよ、それは。スイカの時ってほぼ上がらない、中段から揃うのかな。あ、でも上段狙ってれば、うん、その形はむしろほぼスイカです。あ、これが、うん、あ、1コマ滑りとかじゃないんだ。 おまた来た。あー、いかー、バーサスチャレンジがやりたいな。中段から中からのスイカ外れはまあまあありますね。ありますよね。あと、まあ一番役もあるから、うん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 、あ、そうね、スイカ、スイカ、赤7のスイカ、スイカ、赤7の一枚焼きいいっすよね。いいですね。ね、あれは好き。安心できるから。スイカ、スイカ、赤7って、ビッグ？確か赤7だったと思う。赤7？確か。他の一枚焼きは、レギュラーの可能性も残るんですけど、うん、なんかありますよね。スイカ、スイカ、赤7だけは確か赤7だったと思う。今日とりあえず一倍でもいいから浮かしておきたいですね。いや、だからあれですよ、レイさん、まあこのままこの台を打てる状況になってればいいんですけど、そうじゃなくなる場合はあると思うんですよ。もちろん、うん、そうなった時に、まあ店内状況によると思うんだけど、どうすんのかなって。まあ今日はね、ある程度もうゲンさんにオープンに抱っこというか、一応裏にさんに、ね、決めてもらおうかな。マッピーがあったんで、マッピーもいいかな。で、一つだけ僕も決めてるのは、うん、切れてパチンコに行かない。これも決めてる。今日？もう僕はね、今シーズンは、うん、リノさんに習って、はい、まあ、収支をちゃんと長い目で、もう何回も言ってるよ、何回も言ってるけど、今回こそはちゃんと収支を長い目で見る。本当に？うん、本当に。初めての試みじゃん。だから実際今言ってるけど、いや、今日はね、いや、だからおかしいなと思ってるんだけど、でこのちょっとね、ボーダーラインで負けすぎだなって思ったのよ。いや、負けすぎだよ、冷静に、ね、うん、まあ、マジでゲンさん。でもちょっと1枚でもいいからプラスになりたいっていう、あ、そういうところね。そういう願望が芽生えてきて、ちょっと自分の中のその目指すボーダーラインの流れというか、今まではもう毎打席ホームランを打ちたいと思ったの。ほうほうほう、まあ、好きだしね、そういう記事ね、うん、ただやっぱりそういうことをするタイミングとそうじゃないタイミングっていうのを自分の中で見極めていかないと、ちょっと危ないなと。おう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 。だからもうこのシーズンは、うん、まあ、トータルプラスはもちろんですけど、このシーズントータルプラスはもちろんですけど、はい、自分の中で一戦一戦、うん、この全く違う一試合一試合、一戦一戦ではなく、うん、シーズンを一試合と。そういうことね。バーサスチャレンジが発生しない台はちょっと流れ悪いんだよな。いや、偉いフラッシュ出てさ。そんなことはないでしょ。やるのよ。ああ、これか。X ビッグはもう蹴ってる。でもね、え、これ第 3？ ああ、第3か。ハズレもあった、ありましたっけ。ある、ハズレも一応ある。でも当たってんだよな。当たった。第3まで、第2まで行って当たってるとビッグ以上なんですけど、バーサスの王国って。第3はね、でもね、変なデビなんで、レギュラーの可能性が高そうな気がする。やっと、いや、約12ゲーム、当初は変わらずですね、3本のまんまでございます。ただね、チェリー&ベルが2回揃ったよ。ほう、それは分かんない。
でぶっちゃけさあんまり設定意識して打ったことないから、まあまあそうなるよね普通は。でもこれ全部埋まってますね。いや埋まってるんですよ、ね、ここだとまたねちょっと、うわこれはこれでいい、あこれが外れ、今外れが2か2の、あ外れ1のリプレイ1の2だ、これ超脳内カウントしてこれもかかるんだ、いやうわあ一枚抜けた。びっくりした。何やってんだよ。ここに今溜まってた。でも見て得したい。まあ唯一当たってないですからね、ゲームさん。いやだから焦りなさんなって。一応すいませんが当たってるようなもんよ。だって5000円で今275でクレジットまだ満タン。確かに。これも当たってますって余裕でまだ平均60は超えてるね、やばないそれ、まず余裕で60超えてます、もう超えるもんだってこれまたね、なるほど今4000勝ってると思えばいいね、まあ勝ってはないですよ4000勝ちは俺は今、うん、それは勘違いです、おいちょい第3レギュラー蹴ってたんだけどね今までね、L じゃダメなんだね今のね、うん、なんかね、リーチ面っぽく見えたけど、うん、これこれこれね、ね、でしかも赤狙いしないからショートオーバーについてね、ねえねえ今のなんかリーチ面にしてほしいな、逆、あ、じゃあ上上下は多分リーチ面だね、そうなってくると、あ、ここね、うん、そう、上上下は多分リーチ面だはず、来た、いやー分かった、ここら辺に押してたらダメだな、上段枠上に至ってたらかなり熱いんですよ、いやーどうだろう、もうステーカーないんでね、あステーカーあんのかこれでも、えっ、お取ったじゃん、おいいなー楽しそう、これがあー一直線ならない、微妙、1枚目で構成されてる可能性あるんですけど、何かしら分かんないんで、一直線になった方がビッグの可能性高まるんですよ、こういう台はビッグいいっすね、うわーでもまあいい、123でも123でございます、いやー楽しそう、楽しい、めっちゃ楽しい、よしよしよし、そこのエンドのところが赤くなってたら、うん、そこの帯のところが赤くなってたら、うん、いい以上です、あそういうのもあるんですね、了解しました、で横コロナになって3連 X 狙わされるじゃないですか、はい、あの演出が多ければ多いほどその設定2以上打ってれば、うん、それが発生する可能性があります、はい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 、了解いたしました、ねえ当たらなさすぎじゃないなんでこうなるの怒ってないよ、選択したのはあんま申し訳ないですけども、ゲンゼブルさんなので、俺会社、ね、メガネのこと別に怒ってないからね、本当はいやこれは怒られてもね仕方ないことなんで、怒ってないよ、まあ、怒ったらおかしい話なんで、パツロン神様本当は怒ってないんですよ僕はなんで僕だけこんな目に遭うんですかいやでもねちょっとねこの台流れ悪い、2回目のあたり877のレギュラーで200レギュラーで200でやめられて今よう頑張ってんだよ、でここ見てすごいやばい、1ゲーム連したってことはレギュラーだからすんげえ性悪いよね、ダイバー祭りでしたっけ、あなたが大選択した理由は、いやここしか2台ならでも空いてなかったら、あーそか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 、でまあこの2台ならばとりあえずこっち取っとくかってことで抑えてたんです、今使っちゃったら何打つの、いや早いから早いからさ、うん、いやでもぶっちゃけね、パチンコのそういう機種は、うん、うわ開いてないと思いますよ、確かにね、これ終わった、おー当たってんじゃん、オーケー449ゲーム8000円、じゃあ9000円です、
449ゲームでいい出目でしたね。ね、イエスイエス、おい、はい、やっとこそビッグです。あのこのバーサスって一周押ししやすくなりましたよね。あ、初めて、あ、来た、わ、いいな、今日初ですよ、それやりたいのよね。あー、サブパターン、サブパターン、もう青なんでね、まあ次がいいな。おー、とりあえず、はいはい、おーっつ、熱い。もう右に赤が入ってて熱いですもんね。熱いですね、両方色付き。だからメルオはチェリーなので、そうですね、それを避ける。だから結局あのね、 X の塊がいいと思うんですよ。一撃で決めてやろうかと。行きましょう。めっちゃ滑った。避けるように、ね、レギュラーをですね、レギュラーをは、だからネクストにはなるんで、まあこのままいいですね。チェリーはこのままバーでなっちゃったでしょ。うわー、当たりました。ということで52ですね。底揃いになります。あ、底揃いか、次元か。マジで？いいぞ、一中15ゲームやる。音が止まった。いや、やだ、もう俺もやらんといた。お揃いですね。今日一発目はお互いね、ファイルだったんで、いい流れじゃないですか。いや、悪くないですね。うん、お、3までいってる。これ勝負してる可能性ありますよね。3までいってる。バーサスチャレンジは？いった、いった。うわー、微妙。意外と当たるんですよ、でもそういうので。お、ハズレオアですね。ハズレオアミックです。まあ、X ミックになります。うわ、ダメでしょ。はい、っていうね、いいですね。あ、来た。おー、ゲンさんに代わって私にチャンスがね。あー、リプレイがいいな。うわー、もう決まっちゃうな。冗談だったらね。おお、うわー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 、こんなんで当たりますから。でも今133ゲームなんですけど、ちょっとレギュラー1の4、パーフェクト、パーフェクトです。まあもうあの見る箇所分かったんで大丈夫です。多分リノさん投資3000でしたっけ。3000ですよ。まあ今ちょっとプラスですね。うわー、たまらん。やば、これたまらんな。166ゲーム。いや、もう中リーグこれが一番好き。チェスチェ、いいぞ、得した得した、イエーイ。さあ、あ、2回目のビッグです。もうあれだからね、ビッグ私を上回ってますからね、ゲンさんも。やっぱなんかアコロス系は、まあ、花火朝埋まってなかったけど人気だね。ほぼほぼ満台じゃないの、もう今ね。なんていうんですか、今日の僕の朝。わー、二角二角でした、二角。まあ、そこも揃えていこうか。46ゲーム冗談。あー、まあ、大体揃うんだよな、この形だったら。さあ、ちょっとレギュラー濃厚なんだ。パーフェきた。ほら、意外と目押しがうまいでしょ。本当に素直にパススローを楽しんでる回だな。本当そんな感じ。ここでこれ引かなきゃみたいなのもないし。ないですね。それがやっぱここのスパイプのいいところだよな。どうなんですかね、皆さん。これが前半に回るか分かんないんですけど、動画として A タイプの動画、まあ
珍しいじゃないですか、2人でねやってるのは。並んでやるのね、見てて楽しいっすか。まあ喋ったりしてはいるんで、そういった絡みが楽しいっておっしゃる方多いと思うんですが、どうですか。まあ、皆さんの意見は確かに聞いてみたいです。ちょっとね、聞きたいっすよね。一人でボーナスタイプ打ってるのは嫌だけど、こうやって並んで打つなら楽しいですって言ってくださる方もいると思うし、うん、まあ、逆にそのもう2人並びが最優先で、機種は何でもいいですって極論ねっていう方も少なからずいらっしゃると思う。3番いったよ。これ100番ですもんね、バーザーチャレンジは。はい、いやーでな、いやーでな、その組み合わせいやーってなるよ。いやわがまま、なんか中段とかに滑ってほしいよな。なんかこれちょっと寒いような気がする。上段受け、上段受けはこれ小屋っぽいリプレイネック。いやいやーねーな。あ、中段来た、中段来た、一番来た小屋以上なんで。うわー、気持ちいい、気持ちいい。こんなんで当たってくれるんだ。もう見たっても小松さん的に滑ってもないんで、赤狙おうか。おー、テンパりましたよ。いえー、テンパりはするんですよ。2秒で8ゲーム、やった。申し合追加して7本になりました。やりました、ありがとうございます。216ゲームバカー。あー、やっぱ今ね、右にいる枠下にそうそう X いたから、だから X じゃないと思ってる。レギュラー率高くなっちゃうんですよね。あの目押しの鬼ゲンズブールがね、今日初めてじゃない、初めてじゃない、やばいよこれ。ここからやばいよ。ここで修正できるかどうか。そうそれなんで、この台は今ちょっと早かったんだよな。だから、いや俺も行けなかった、ちょっと煽っちゃったから、ごめんなさい。あのね、大丈夫僕人が打ってる時に見ないようにしてるんですよ。もう修正したよ。いや、さすがだわおい、ダメよ。いや、2回ミスちゃったか今回。いや、89枚しか取れなかった、もったいない。そういう時もあるさ。我々もあとちょっとしたら老眼とか始まったりするのかな。まだまだじゃないの。でもさ、ちょっと当てたい。老眼って名前が嫌ですよ。なんかね、なんかネガティブじゃないですか。老いる目と書いて老眼です。もっとポジティブな名前にしてほしいよね。老眼、確かに、ね、なんかあるよね。さ、キャリアアイ経験を積み重ねた名だけが、人生という経験を、いやいや、まあ、かっけえけど、なんか共に積んできた名がキャリアアイ、ちょっと疲れちゃってぼやけてくる。キャリアアイと、いや、なんかまあなんかかっこよくない。かっこいいけど、俺さ、なんか最近キャリアアイ出てきちゃってさ、みたいなキャリアアイはかっこいいな。でしょ、かっこよすぎるでしょ。それはちょっとなんか違うな。なんか一個考えてください。あー、老眼のポジティブな言い方。ポジティブか、ちょっと考えます、ちゃんと。じゃあ後半で発表です、うん、引っ張れば引っ張るほど面白いの期待しちゃうからね、こういうのって確かにちなみにね、ハズレめっちゃ出た。なんか5回ぐらい出てる後半で。みんな勝ってるよ今。バーズさん勝ってないよ。俺は勝ってないよ。右も左も。いや、だからゲンさんも勝ってんのか。いやいや、プラマイゼロぐらい。もうちょっとマイナスよ。思いついた。いやいやいや、
だから思いついたけど全然ちょっとおかしい、名称だったんでやめます。いやいや、発表できない。ちょっと言うだけ言ってみて。あ、いや、いや、まあまあ言うだけね、うん、視力困難。はぁ、いや、もう自分的にね、視力困難。10分ぐらい考えてそれ。いやいや、だから変わるものが出てこなかったから、だから言いたくないって言ったじゃん。なんだ視力困難って。いや、だから言いたくないって言ったじゃん。メガネかけろよ。視力困難なら。いや、だから違うんだよね。あ、今フラッシュしたよ。あ、した？した？マジ？多分一緒だったよ。なんだよ。ちょっと一緒にして一緒にしてみて。うん、本当？うん。今ゲンさんの方見てたからさ、しかも今リーチ目じゃないじゃん。そう。お、当たってるっぽい。おお、当たってる。ほら。ほら、視力困難だから。いや、もう疲れてるじゃん。もうやだよ。いや、今リーチ目じゃないもん。フラッシュ見逃したら視力困難。いやいや、もうちょっとやだよ。使わんね。これ超つまらんから。ワンピースですね。12時になるんですよ。はい。お昼もあるんですけど。はい。どうします今日のご飯。ランチ。何食べたいですか。あなたのお腹の。何の口ですか。あんまりね、近隣にないらしいんですよ。だから併設になる可能性が併設高いです。何を言いたいですか。パープラ勝也でしょうね。パープラだってまだ若い。パープルマジで人が残したやつとか魚拓さんが残したやつとかマジで食べるんですよ。なんかそんなイメージもらってないですか。わ、当たった。もうつくもしょうもない会話してんだこの。いや、なんかめっちゃ食うんすよ。パープルよく食うんすよ。当たっちゃったじゃないかよ。パープルよく食うとかさ、知らんわそんなの。181ゲーム、もういいって。このタイミングで当たるのはびっくりしてくれよ。うわ、やべえ、2回目続くで2ミスだ。え、カツヤは車使っていくんですか。あ、歩いていくんだ。じゃあまあ別にか。王将も歩いていけるんだ多分。あー、リカフもだから入れ飯の話してる時に当たんない。もう冗談かけたわからない。19ゲームよーし。ナイス。よし、できるわけた。いや、いいね。なんか無駄話の今日当たんな。まあ一番いらないのは視力困難の時だったから。あの時だったからさ、まだマシですよ。あー、繋がったぜ。いや、ちょっと考えよう。まあ、あともう数十分で行くことになるんで。楽しいね。でも楽しいよ。ダメか。お互いにはゲンさんはトントンぐらいか多分。そうですね、今トントンぐらいですね。私はマイナスですね。7億100枚150枚ぐらいあるかどうかぐらい。うん、おい。152ゲーム。気持ちよか。いつの時代もね。いや、チェスチェは最高ですわ。よしよしよし、プラスをキープしております。いや、これも今7本使ってますけど、僕10本使ったらもうジャギですよ。これおいおいおい、早い。いや、もう10でジャギは早いって。いや、もう10はジャギっすよ兄貴。今日はそれは生き急ぎすぎ。いやいや、もう急がないと。よし、増えた。256枚。いいなぁ。いい感じになってきましたね、こっちも。いや、ゲンさんはですよ。4-4。私、もうそろそろ飲まれます。ジャギ行くの。いやいやいや、
まだジャミーまであと3本ありますから、今投手のラウンドで空いてないんじゃないよ、ジャミーは行かないっすけど右打ち困難じゃん。いや確かに何言ってたのかってたねすげー言うじゃん、うん、すごいこれだけ穏やかだとなんかその刺激を求めてね、そうそうそう、スパイスがね今日はないなって、逆になんかいつものコーナーラインではないなと思ってはいるけど、やっぱねちょっと新シーズン一発目だからね、そう大事よ、そうそう、ちょっと守るのもね、うん、お昼帰ってみてみたか、ちょっとはーい、ちゃんと引けてるね、確率通りね、ボーダーライン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 、